小堀正次は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、備中国松山藩初代藩主、小室藩小堀家初代、小堀遠州の父。天文九年、小堀聖望の長男として、大見国坂田軍、小堀村に生まれ、出家したが原族して、磯野和正の娘と結婚した。和正が、 朝池から離反したことにより再び出家するが、またもや原続して、橋場秀長に仕えることになる。最初は戦国の治療だったが、秀長、秀吉のもとで政治手腕を買われて、主に、木の国や山和国の県知大官を務め、次第に仮増して五戦国に達した。秀長の没後は秀吉に仕えて、山和、泉、紀伊の軍隊に任ぜられている。 慶長五年の関ヶ原の戦いでは東軍に属し、合図征伐に従軍。戦後、備中松山に1万4千国を与えられ、備中における天領の管理も任された。また、備中や大海における幕府の検知などにおいても、大いに功績を挙げ、慶長六年には、伏見城の作事奉行も務めている。慶長九年、江戸へ参勤に向かう途上、藤沢で休止した。あと、 長男、正和がついだ。ありがとうございます。